候変動や天変地異が不安ですの対処法。ワンコさん46歳女性、気候変動や天変地異が恐怖です。先生はこのような不安をどう付き合いますか。健康の魔力に実例としてものすごく詳しく書いてあるので読んでほしいんですけどね、まあ、しょうがないですね。しょうがない、もし起こったら。だから今できることをやるしかないので、ね、そういう災害なんか起こった時に避難グッズみたいのを用意しておくとか、お風呂に水を溜めておくとか、缶詰とか食料の多めの分を買い置きしておくとか、あと私だと太陽電池っていうの、太陽電池あるんでスマホとかも電池も困らないとかいうことで、何かあった時に困らないように準備しておく、今できることをやるってことは一つあると思うんですよね。気象変動や天変地異が恐怖ですっていう質問なんだけど、じゃあそのために今何やってます、やれること全部やってますかっていうことなんですよ。大体そういう人に対して何もやってなかったりするんです。例えばなんかそういうお風呂場の水溜めてます、捨てないで、災害あった時にね、トイレの水とかで使えるんだよね。基本風呂の水を溜めとくっていうのは災害対策ですよね。あるいは何かそういうペットボトルとかで飲み水分を確保しておくとか、災害があった時の食料最低限ね、1週間ぐらい何か食べるものを用意しておくとか、例えばそういう家族でもどっかで何かあった時に親戚の家に必ず連絡するようにしようとかですね、なんかそういう約束を決めておく、いろんなことってできると思うので、そういったことを普段からやっとく、やれることを全部やっとけば、あとそれ以上のことってできないので、ぜひ今できることに落とし込んでやっておくというものが非常に災害の不安とか心配というものを減らすことになりますよね。一個人の力でね、災害を防ぐことっていうのはできませんから、起こってしまったらそれはしょうがないけども、その時に最低限の被害で食い止められるようにね、考えておくってことはとても大切だと思いますね。だけど意外とみんなそういうのは怖い怖いって言われれば何にもしてないというですね、ことはあるかなというふうに思いますけどもね。太陽電池いいですよ、すごくね。パソコンとかスマホぐらいの電池だと全然賄えるので、もしね災害になった時に一番困るのは停電になってスマホが使えなくなるっていうのが一番困るのではないかと思うんですよ。トイレとか水とかあれもあるけども、多分今の世の中のご時世において実際災害で停電になったり知ってるところっていっぱいありますよね。ここ最近でもね、水害になって停電になったとか、土砂崩れとかで停電になって地区があるとかっていうんで、実際に皆さんがそういう災害に巻き込まれて死ぬ確率よりは、そういうインフラとかが止まって生活で困る確率の方が何百倍も高いと思うんですね。なんかそこに巻き込まれる可能性っていうのはめっちゃ高いと思うし、実際東日本震災の時はね、計画停電とかで停電になったわけですから、東京もね。そんなことも含めると、停電対策ってしてますって言ってしてないでしょ、みんなね。太陽電池とかあると結構安心してられるのだから、そういうのあるよとかね、時々キャンプの時に持っていって、あ、これ結構使えるなっていうのを自分で確認したりすると、何かあってもスマホの電池が切れるってことはないので安心していられるわ、ということで安心が得られるということなんですね。できることを全部やっとくと安心になります。それがとても重要ですということで、あとはなるようになれですね、なるようにしかならないので、はい、天変地異は起こったらしょうがないから、起こった時にするか事前に決めておけば、多少なりとも不安というものは減りますよと。日本人の読書量を増やす、読解力をアップさせる、日本に読書革命を起こす、樺沢翔渾身の一冊、読書の圧倒的に深く読める、10年経っても忘れない究極の読書術が身につく一冊、8月30日発売ですが、その2日前に出版記念講演会を開催します。著者樺沢の渾身の解説で読書脳の内容がその場で身につく、1500円相当の特典読書の魔力ノートがプレゼントされます。絶対お得な出版記念講演会、詳しくは備考欄のリンクから。